マイプロジェクト TV の伊藤健です。仮説思考ってやつをご紹介したじゃないですか。ほんのちょっとの情報を頼りに何でもかんでも仮説を立ててみる。そんで後から自分の立てた仮説と正解との間にどれだけのズレがあったかを検証する。そういうことを繰り返しやっているうちにだんだんと精度が高い仮説を立てれるようになるよっていうお話。そこで今日は世界のどこかに放り出され、そこがどこなのかを仮説を立てて当てるゲーム、ジオゲッサーをやってみたいと思います。では行くぞ。このジオゲッサーね、5年ぐらい前からあるんですけど、まあ、世界中のどこかの Google ストリートビューが表示されて、それがどこなのかを当てるゲーム、ブラウザを使ったゲームです。なので、まあ、インストールとかも特に不要です。ご存知の方もね、たくさんいらっしゃると思います。正解に近ければ近いほどポイントがもらえるルールで、ピタリ賞は確か5000点なので、5つお題が出るわけなんですけど、最大ポイントってのは満点ってのは25000点。高得点目指して頑張ります。では早速やっていきたいと思います。シングルプレイヤーっていうところからスタートします。から出てくるんだよね、こんな感じでね。ああ、これいいヒントがあるじゃない。こういうのをヒントにしていくのよ。車がね、右側通行の国なので、日本とかイギリスとか、まあ、外れるわけで、あとはその建物とかね、道路標識とかがあれば、その言葉が見えるのでいいヒントになるし、あと人がいるとね、それはもうビッグチャンスなわけなんですけど、今回は人がいないので微妙なんですけど、これね、どこだろう。意外とね、こういう時って Google ってアメリカの企業じゃない。だからアメリカ国内をいっぱいストリートビューの車がバンバン走ってて、結果的にこうアメリカが回答であることが多いんじゃねえかっていう、そういうことも考えられます。この木々のアメリカかな、これどうだろうね、このヒントは右側通行と、なんか特徴的な木が生えてるよっていうところぐらい。ちょっとね、覚えてみましょうか。ああ、ちょっと待って、車のナンバーみたい。ナンバーは当然ね、マスクされてるんだけど、アメリカだったらさ、ナンバーの形が日本と同じような感じじゃない。これ見ると結構横長のナンバーだ。ヨーロッパ、ヨーロッパの北部の方かな、木々の生え具合からするとね。でこの右下のね、世界地図で正解を指し示すわけなんですけど、どうだろう、意外とフィンランド、フィンランドっぽくない。じゃあフィンランドにしとこうか。正解を見ています。僕は今フィンランドってふうに答えました。正解はこちら。フィンランドだ、フィンランドだ、これ本当に。おお、すげえ、本当フィンランドだった。あのね、これが僕が指し示したところはここで、正解はここでしたっていう話。フィンランドの情報知らないからね。577キロしか離れてなかったので、まあ、5000点のうちのね、満点が5000点なので、そこから3394ポイント、今回ゲットしました。惜しかったね。まあ、国が、まあ、世界たくさんあるからさ、国が一致するだけでもね、これ、すごいことですよ。第2ラウンド。どこここ。山らしい山がないね。ちょっとぐるっと見渡すと。標識を見たくなっちゃってさ、標識見るとさ、言葉がわかるでしょ。ノーパッシングゾーンつってるの。ここあれだ、英語圏ね。 Do not pass。 ちょっとヒントないかな。Keep Kansas clean。 カンザスをきれいにしようじゃない、これカンザス州だ、これ雑誌はどこか知らないけど、まあこの大草原の小さな家じゃないけどさ、プレーリーだよね、この大草原は。当てに行くよ、当てに行くよって情報が少なすぎるんだけど、まあ郊外の方だよね、この辺とか。正解はこれ、カンザス州だから、もう分かってるから。ほらめっちゃ近い、114キロしか離れてないよ。4630ポイント。めっちゃ惜しかった。ほら伊藤ちゃんやるじゃない。あ、なんか
いける気がしてきた。次がこちら。これさ、うちの富山の実家の裏山って言われてもそう変わりないじゃんね。これ難しいな。ちょっと動いてみようか。また第一村人とかいないかな。ちょっと特徴的な木じゃないこれ。そうでもないか。こんな木どこでもあるか。どうだろうね。全然わからん。あの地面の色、土の色を見ると乾燥地帯ってさ、やっぱ鉄分が出てきちゃって赤っぽい色になるんだけど、そうでもないよね。どこだろうね。南米とかかな。あの昔シティオブゴッドって映画を見てさ、ブラジルのちびっこギャングの話なんだけど、こういう景色だったら気が、いやもうちょっと錆びれてたかな。ブラジルじゃないな。でも南米だなこれ。見さまりかなこれ。結構肥沃なところ、あの多分標高も低い、海が近くて土地も豊かみたいな。どうだろう。ブエノスアイレス郊外のこの辺、アルゼンチンじゃないかな。どうでしょう。本当アルゼンチンだった。これ470キロしか離れてないよ。コルドバのちょっと南。いやーすげえな。3645ポイントゲット。冴えてんな。この広い世界中でよ、あんだけの情報でアルゼンチンって分かるもんなんだね。なんか難易度上がってねえか。あ、でも車右側通行だ。車右側通行ってことはアメリカとかね。ナンバー見るよ。ナンバー見るとこれちっちゃいナンバーだから、日本みたいにこれアメリカだ。アメリカだって本当かな。アメリカの可能性が高い。ちょっと動いてみます。これ見るよ。ほら、5マイル表示じゃん。時速50マイルで走ってねって書いてあるじゃん。これアメリカだ。で、アメリカのどこかって話なんだけど、さっきのカンザス州のとこよりはどうだろうね。季節も違う気がするからね、これ。でもこう、キーを見るとさ、冬じゃん、完全に。だから意外とカンザス州のかもしんない、また。もう一回カンザス州行ってみるか。カンザス州じゃないですか、正解はこちら。ほらほら、ミズーリ州、お隣だった。お隣か？お隣だ。え、イリノイ州？ごめん、その辺ちょっとよくわかんない。イリノイ川の近く、イリノイ州か。ほら、めちゃくちゃ近いじゃん。400キロしか離れてない。500キロか。495キロ離れてる。で、ポイントは3588ポイントゲット。車が右側通行だよね。で、ナンバーが小さいよ。アメリカだよ。アメリカじゃないけど、アメリカっぽいよ。で、木々が割と生い茂っておりまして、これ分かんないね。あ、建物発見。アメリカかな。なんかこのなんか熱帯的な大きな葉っぱの東南アジアかな。僕東南アジアのナンバーの形知らないんだけど、あ、ちょっと待って。カルガペサーダ、ロナス。これ英語じゃねえな。英語なのかもしれないけどね。地名かな、まあ、会社の名前で読みにくいような会社名をつける人なんていないと思うから。アメリカじゃないな。カルガペサーダ、カルガペサーダ、ブラジルじゃねえ。ブラジルのアマゾン川の近くじゃないこれ。で、なんか土もさ赤いじゃん。割と暑いとこだこれ。広いな。でもああいうトラックが走ってるってことはやっぱり幹線道路なんだろうなこれ、きっと。この辺とかどう。正解はほらブラジルだよこれ。ちょっと場所は全然違うけどね。いやすげえじゃんこれ。2284キ
キロ離れてたので1081ポイントになりました。いや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 、本当ブラジルだった。正解はやっぱ幹線道路だね。ということで結果を見てみると、ほらほらほら、16338ポイントすげえ。というわけでこういう結果になったわけですが、世界じゃなくてね、日本限定で遊ぶこともできます。これ日本限定ね。街並みがほら一気によく我々の見慣れた景色じゃない。徳島に68キロ、南に15キロ、ずっと向こうに行くと徳島で、その手前に南があるって感じか。南ってなんで、南町これかな、あ違うとこおっしゃった。南に15キロだからこの辺じゃない。ちゃんとしたこれ街中だ。これ当たったでしょ。あ、4999ポイントちょっとずれたのかな。というふうにね、日本だと割と簡単かもしれない。ということで今回は上級者をやってみました。どんな小さな手がかりをも判断材料にして仮説を立てる、それができるやつだ。学校とかね、会社とかでもこっそり遊べるかもしれないので、ぜひともね皆さんやってみてください。ちょっとね今回長めの動画になったわけですけど、なんかゲーム実況ってことじゃないけど、やっぱこういうのなんかね楽しくていいですよね。もしかしたらね今後ゲーム実況やるかもしれない。なんでかっていうと、やっぱゲームの世界っていうのはね、やっぱいろんな我々の教訓とすべきような要素がねたくさんあったりするのよ。ファミコン世代のおじちゃんが言ってんだからね。おじちゃんいろいろ学んでるから、ゲームから、そちらもねぜひともお楽しみにしててください。ということで今日は長い間お付き合いありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。